やられたな。ガボ、お。どうも、怪盗さん。あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな。好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに東場街へのみかじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ？凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだよ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。で、あんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。分かった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せるね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。
ったく、時間食っちゃったよ。馬鹿逃げんな、オラ！Ah!
しかして今のやつらこれ狙ってたりして。いらっしゃいませ。ありがとうございました。やってるな、タボー。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。
そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻ケヘルス。相手した女の子はカナエちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたかちょっとだけ救われるな。これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに行ってくれて。いらっしゃいませ。ご指名ありますか。ん、ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん当店は初めて。じゃあ先にコース決めましょうか。コース、それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。